太郎のビッグバン。あれは誰だ、見上げる声が、そうだ我が輩こそがストレッチマン、遠い宇宙の彼方から、正義のために、テレレレテレレレテレテレレレテテレレ、ぬわぬわぬわ、地球の諸君、いやいや肩こり、そして腰痛に悩まされていないかな。今日はタオルを使ってのストレッチだ。テレレレテレレレテレか、まずこのように横から見るとこんな感じ、耳の後ろに肘が来るようにしよう。でそのまま上に上げていくよ。この角度から行ってみよう。では行ってみるよ。一緒に数を数えてください。伸びる伸びる伸びる、ストップ。この時に肩甲骨を寄せる感覚で、では数を数えてみよう。1 2 3 4 5、てってれれれってれれれ、ストレッチパワーがこの辺りに溜まってきただろう。では今度は正面から行ってみよう。テレレレテレレレテレテレレレテレレレテレ、さあ持ち上げる感覚で行ってみよう。い、伸びる伸びる伸びる、ストップ。そして肩甲骨を寄せて数を数えてみよう。1 2 3 4 5、テレレレテレレレ、ストレッチパワーがやっぱりここら辺に溜まってきただろう。さあ腰痛、あ肩こり腰痛に悩まされている諸君も、皆さんもですね、一度やってみて、そして、実感してもらえたらと思うので、今日のところはこんなところだ、ではまた来週お会いしよう。ぬはぬはぬは、さらばだ。テッツテレテレテッテッツテレテレテッツテレ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 テテレ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